なければ神様に言われてる。言われてる。神様に失礼きつい。失礼が極まれないね。ふざけるなっていう感じだね。まあ、そういう回答をいただいたことがありました。ありました。はい、はい。まあその時は別に、うん、来るっていう前提は全くないですよね。神様に呼ばれることが一番最低限の一番下になってくるってことだよね。そういうことだよね。全部の予定がなければ、人間界で置き換えたらこんな失礼な話ないじゃない。ないですよね。ダメだったらダメ、全然 OK じゃないですか。いやいやいい、そこはもう断っていただいた方が、うんうん、まあね、もう期待をしないでしょ、こっちも、うん、大体仕事の都合でっていうのはさ、うん、自分が嫌だけどしょうがないっていうことでしょ、うん、断る理由の一つだもんね、うん、で、あとね、行けたら行くよっていうのがあったね。あ、多い多い。ね、ね、これはね、俺ね、そこまで決めないよみたいな、うん、いや、断ったら断ってくれて全然いいんだよみたいな、うん、何いい顔すんの、うん、っていう、はい、うん、まあね、そういうつもりはないのかもしれないんだけど、そういうふうに受け取れる場合もあんだよね、うん、ね、行けたら行けよって確かにね、うん、多いわ、うん、で 100% 来ないですね、行けない間違いなく来ない、うん、待ってこない、うん、大体1ヶ月以上前の予定って入ってる人って、うん、まずいない、まれです、まずいない、うん、だからそこでね、僕ね思うんだけど、スケジュール帳に1回書いたら俺絶対そこ外せないと思うんですよ。外せないもう行くもんね、うん、行くもんね、うん。